森保監督が遠藤航に渡した紙の内容が判明。わらわら。遠藤に手渡されたメモには何が書いてあったのか。写真をアップにすると、内容の一部が確認できる。簡易的なピッチ図に、竹、律、幸、など選手名が書かれており、ミッドフィルダー久保建英、レアルソシエダやミッドフィルダー堂安律、フライブルク、ディフェンダー菅原幸成、アーゼットアルクマールらに配置を指示する内容になっていた模様だ。竹、律、幸、ボイは滝スレミンだった。ガチの滝スレミンでくさ。幸、幸って誰？菅原やろ。菅原の下の名前が幸成なのね。菅改め幸に決定。森ボは滝スレミンだった。菅を幸と称す時点で滝スレミンではないんだ。メモ写真やべえな。そら板は聞きに行くわ。ボイチの試合中の思いつきなんかな。板倉とか聞きに行ってたけど。浅野にメモを手渡された遠藤はメモを手にしたままプレイ。プレイが切れたタイミングで板倉、瀬古とメモを見ながら話し合い、周囲にも伝達したが、板倉が森保監督に直接確認しに行く姿も見られた。板倉がボイチに直接聞きに行っててビビった。メモで理解できてないやん。結局確認しに行かないとわからないのかよ。わら、メモの意味がない。暗号なんよ。わら。森保は戦術がないとあんまり批判されるんで、ソシエダの試合見て形だけでも真似ようとしてるんかな。偽サイドバックはナナミの発案だとしても。何を見たらこんな顔になるんだよ。